じゃああれですね、最初の、時をちょっと思い出して、受講前を思い出してもらって、前ですよね。そこからこう大きく変化したこととかありますかね。どこら辺が。受講前から実践セミナーでメソッドのことをちょっとかじらせていただいて、やっぱりその先をやっぱりすごく知りたかったので、もう今か今かと思ってたような感じでトレーナー養成講座のスタートだったので、そういうところでわからないことがいろいろ分かって。ああ、なるほど。その先がどういうものかっていうこやっぱりその知らないワードもその時にと。は固定とかおわんとかどんなんだろうっていうのが本当に分かんなくて、なるほど、そうですね。だからもうすごくイメージしながら、だったんですが、それが一つ一つ全部勉強できて、とても嬉しかったです。そうです。まあ、あれ、リサイタルもね、何月でしたっけ？4月の11でした。そうですよね。だいぶもう、メソッドを去年の6月から始めて、次の年のね、4月だったんで、養成講座の内容とかもね、だいぶこう、身についてきたところだったですかね。そうですね。本当に自由に弾けることが増えて、多分本当に1年前だったらできないことがたくさんあったんですが、でもやっぱり後から録画を見ると、もう体もフラフラしてるし、なんか、指先の細かいテクニックのとこまでは、やっぱりまだまだ全然、実践できてなくて、まあ、お山ぐらいは意識できたかなっていうような感じだったんですけども。あ、そっか、自分でね、ビデオ見てみて。そうなんです。演奏会のビデオを見て、かなりフラフラしてたので、もう一回ちょっと3つバルーンからしっかり意識してできたらいいなと、今はちょっとツッコミがいっぱいです、自分のなるほど。演奏に。でもね、それができるのも、やっぱりやってきて、自分でこう自分の先生になるっていうか、客観的にね、見れて、こうポイントが分かるようになったっていうことですよね。あそこはもう自分でね、どうにかしていけますよね、この先はね。浸透するようにしっかり復習したいと思います。そうですね。テクニック面ではね、もう詰め込んだっていう感じなので、ベースの、奏法については本当にゼロベースに戻して、じっくり積み上げて、本当にね、自分の癖を取り除いてじっくり積み上げたっていう感じなので、何て言うのかな、そこからもう自由にこういけるような状態になってるはずなんですよね。癖を全部取って、本当に戻したっていうか、まっさらな状態にして、それで新しくね、こう基礎を積み上げたので、だからもう自由にその今までやったテクニックがすぐこうパッと、なんていうか、こう頭で考えたものがすぐ手の方にこう伝わって、こういうふうにしたかったらこういう動きをすればいいっていうのは、多分素直にね、こうスッといくようにはなってると思うので、ここら辺はだいぶいろんなことができるようになったのではないかなと思いますね。なんかこう、何が一番あれですかね、大きな成果でしたかね。成果ですか。成果っていうか、その前できなかったことってありましたか？まあ、できなかったけどできるようになったことっていうのはどういうことですトレーニングではそのプロ日本が本当に全然できなかったというか、どれが正解かが分からなかったのが、ちょっと感じがつかめるようになったっていうのが本当に大きかったです。とは、内面もそうなんですけど、体もそうなんですけど、そのいろんなところに思い込みのブロックがあったというか、
こんな手だからできないとか、うん、こんな体だから弾けないとか、うん、あと気持ちも、うん、あのそれに伴ってあのできないとかいうふうに思って、うん、こういう曲は、うん、こういう曲は弾けないとか、そう、それもありますし、こういう私にはあのこれはできないとかいうのがたくさんあったんですが、あのそれができることが増えてきたので、例えばオクターブとかも苦手だったんですけど、あのそれもあこんなに簡単に簡単にっていうか楽に弾けるんだっていう、あお山も全然出なかったんですけど、もともとそれもあの出るようになって、すごくあの自分で見てて手の形が綺麗になったなって思うことがあの増えてきたので、それは本当に大きいなと思います。はい、そうですね、黒日本はね本当に難しくて、ベースで最後また戻ってきて何回も何回も戻ってくるところなので、結局あれが一番時間かかるんですよね。うん、でもそれあれはすごく、うん、黒2本すごく綺麗になったので、もういろんな形もそうだし、指の状態質感、うんうんうん、あの支えはちゃんとできてるけど、あの質感がすごく良くなったと思うんですよね、抜き感というか、うん、でもちろんね、こう体から落とせるようにはなってますし、うん、ここはすごく大きいと思いますね。うん、そこまでいっていれば音色はかなり変わりますね。うん、あの固めた音色って簡単なんで、まあ、カチッてやればあの力入れればできるので、ガーンって やるのはね、みんな、まあ、誰でもできるというか、うん、あのやろうと思えばできるけど、あの柔らかさとかしなやかさとか伸びがあるとか、そういうのはやっぱり難しいわけですよね。うん、で、まあ、そこができるような、結局だから質感が良くなると、その抜け感が良くなるとそういう音になって、そうするとガーンってした音もものすごくあの飛ぶようになって、やっぱり質が、音の質が変わるから、あのまあ一言で言っちゃうと汚い音じゃなくて本当に澄んだ音になるっていうか、うん、結構うちのトレーナーの先生の発表会とかで、音がみんな、子どもたちの音がすごい綺麗で個性的っていうあのお話をよく聞いて、うん、あのね、よくこう先生が、同じ先生が教えてるから、みんな生徒が同じ音色で弾くとかっていう発表会ってあるんですけど、まあ、それは言いませんと思うんですけど、先生が弾かせてこうやらせてるのかな。うん、うちのメソッドだと、こうみんなそれぞれの良さというか、それぞれの体を使ってそれぞれのいい状態を作っていくから、音色が本当にその人自身の音色が出てくるから、うん、みんなすごく綺麗で、みんなそれぞれの音を出してるっていうので、ね、聞くんですよね。うん、そう、だからもちろんトレーナー自身もそう なるわけなので、うん、本当に自分の本来の音というか純粋な音が出てるようになって、うん、でそこからいろいろできる、プラスしてね、いろいろできるようになって感じになってきますね。そこからまたね、復習してもらって、うん、かなりこうね定着してくると、かなりこんな混ぜられるようになってくるから、うん、そうするとね、もう本当にどんな組み、いろんな組み合わせができるので、うん、自分で想像していく感じになりますよね。うん、楽しくなると思うし、あとやっぱり弾けなかった曲が弾けるようになったっていうのは、やっぱりトレーナーって言ってて、絶対無理と思ってた曲が、うん、っていうのはね言ってるので、うん、この辺もなんか新たなね見るといいかもしれないです。うん、はい、でもまあ徳山さんはね、メソッドもトレーナーの前からやってもらってたので、比較的スムーズにこういったなと思いますので、うんうん、このまままた引き続き、はい、続けてもらえればと思うんですけど、はい、はい、メソッド実践セミナーを受ける前は本当にお恥ずかしい話なんですけれども、もう弦をバンバン切ってたんです。切ってた、おーすごい、すっ
ごく切って、もう調律師さんの資格を取って弦を自分で張れるようにならないといけないぐらい、もう張ってもらってまたすぐ切るっていう繰り返しだったんですけど、ね、あ、お家のですか？はい、あの、いや、もよそのも切ったこともあるんですけど、はい、もう高音高時代から多分ずっとそんな感じで、それが全くなくなりました。すごい。もう本当にありがとうございます。本当にきつい弾き方を、うん、バンバン、体もちっちゃいので、こう一生懸命っていうような弾き方をがもう癖になってたんですが、相当頑張って弾いてたんですよね。相当頑張ってました。もう歯も食いしばって、もう体もガチガチにしてだったと思います。はい。そうですよね。なんですか。すごいね。そんなに元気言って。あの低音も2本ぐらい切ったことあるんです。低音ってあんまりね、綺麗なさ、ぐるぐる巻いてあるもんね。だから本当にもう力ごなしに。ね、なかなかそう、まあ若い頃はね、力で弾けるんですけど、だんだんね、ちょっときつくなってくる。本当でも体壊しちゃってっていう方結構いたり、まあ、手もそうだし、あと腰とか あるので、ずっとこう弾かなきゃなんなくて、こう弾き続けてこうメンテナンスとか、あとそうなんかこう奏法ねやり直したりとかする暇がない人はちょっとね、あの寿命が、ピアノの弾く寿命ですよね。弾ける寿命がちょっとね、あの心配なしといるんですけどね。ですね。メンテナンスにもなるんで、ぜひ、はい、引き続き、はい、お願いします。ありがとうございます。はい。